おはようございます。デュオフィールドスタッフの日置智也です。今回は大阪湾の岸和田一文字にやってまいりました。こちらのフィールドはですけれども、自分のメインフィールドということもありまして、連日青物が好調ということでですね、今回は、ドラッグメタルシリーズですねメインに使って、釣りをしていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。こちらまず今年新発売のドラッグメタルキャストショット、カラーはマイワシですね。こちらを使用してやっていきたいと思います。今の時間が5時過ぎぐらいで、まだちょっと暗いかなっていう時間帯なんですけれども、これから徐々に上がっていっていつ来るかわからないので、ちょっと様子見ながらやっていきます。割とハマチメジロの群れよりもサワラの地合いはちょっと早い暗がりっていうのがあるので、ちょっと暗い時間もキャストすればでかいのが来るかもしれないですね。お、食いましたよ。さあ、抜けたかな。お、ついてるついてる。よっしゃー、早速来ましたよ。あ、取れましたね。サワラでした。やっぱりフロントフック切られちゃってます。この時間からサワラが来るんで、暗がりでもキャスト大事ですね。くそー、言わなかったら大きいですよね。しかもこの時間なんで。先ほどのドラッグメタルキャストショットのこちら、重さは同じ 40g です。本当にただ巻きですよね。反応なければちょっとふわーふわーとロッドアクション入れるだけで。最近のメインベイトはウルメイワシで、ポツポツアジだったりサバなんかもいてるみたいなんですけど、結構今年はウルメの数が多いんで青物も結構好調ですよね。周り当たってないですもんね。お、かけてますね。そろそろ回ってきましたね。よし、食いましたよ。よっしゃー、よー、引きますね。おー、引く引く。おー、すごいすごい。ごめんなさい、ちょっとそっち走ったかもしれない。よいしょ。ごめんなさい、ありがとうございます。手前で結構右入れすることあるんで、手前はドラッグを緩めながら。よっしゃ、すいません、ありがとうございます。じゃあ目白サイズですかね、ギリギリ表層を肌向き緩く緩急入れたようなリトリーブをしてると、ゴツーンと大きい当たりでパンパンの、ギリハマチ目白サイズですね。いや、非常によく引いて楽しいですよね。いや、やりました。引き続きこの反応がいいドラッグメタルショットでやっていきたいと思います。やっぱりイワシについた活性のいい個体はフラッシングに反応しますね。このルアー表面フラットサイドの
ブレードフックなんで結構フラッシング強いんですよね。なんでこうゆっくり巻いてるだけでもテールのフラッシングとあとブレードですよね、これでしっかりとアピールしてくれるんで非常に簡単に釣りやすいルアーになっていると思います。あ、いえいえ、すいません、ありがとうございます。よし、食いましたよ。よっしゃー、表層いてますね。いや、本当に簡単な操作だけで食ってくるんで非常に面白いです。結構手前でかけた場合結構暴れるんでドラグはちょっと緩めにして空気を吸わせて落ち着いて、よいしょ、出ました。これも表層のレンジでほぼただ巻き、巻くだけでこのサイズ非常に簡単で楽しいですね。いや、いい魚ですよこれ。ドラッグメダルキャストスリムのこちら生餌からリアルキス、こちらでやっていきたいと思います。ちょっと魚見て食べてるイメージがあるので今生餌からに変えてちょっとやっていこうかなと。だいたい5月の終わり頃にブリが回るんですよ。1メーターぐらいのサバ付きのブリで、そこからまあ真夏はポツポツ小さい30センチ40センチぐらいのまあツバスっていうんですかねが釣れて、でまあ秋ですよね、まあ9月の終わり半ばぐらいですかねからまあ初頭12月の中頃ぐらいにかけてまあハマチであったりツバスであったりメジロであったりブリであったりがまあ最盛期で、まあ年間を通して釣れるんですけど、まあメインになってくるのは秋頃ですかね。おし、食いましたよ。ボトム付近ですね。はい、エソでした。はい、エソが釣れました。ボトム付近で食ってきたのでおそらく手前のイワシについてるかと思います。年々青物のは釣れてるようなイメージがあります。そう、何年か前までは、まあ、タチウオメインの、まあ、朝マズメだったら朝タチウオしつつ青物が釣れたらいいなみたいなイメージだったんですけど、まあここ2年ぐらいは特に青物狙いの方が多いんで、まあ結構青物的には非常に良くなってるイメージはありますね。例えばですけど1日のパターンとして夜明け薄暗いうちは表層のサワラ狙いで、まあ基本的にベイトが浮いてるんで日中朝マズメぐらいのタイミングは表層を狙うんですけど、でもまあ表層の反応周り見ながらなければボトム落としたりいろいろレンジ探っていったりカラー変えたりルアー変えたりみたいな感じで、やることが多いですかね。釣れない時は釣れないし釣れる時は釣れるんで、その釣れてる時間にいかに効率よくその魚が濃いレンジを通すみたいなことは考えますけど、まあ、そのチャンスの時間にどういう釣り方をするのかっていうのが釣果につながるんじゃないかなって思いますね。これ来るんじゃないですか。よし、くっしー、
しゃー、食いましたよ。よし、食ったよ。しょ、そろそろ見えてきますよ。おお、くじ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 。楽しいですね。結構岸際暴れるんでちょっと慎重に行きますね。よっしゃ、入ったよ。はい、朝の試合も終わって表層の反応がなくなったんで、ちょっとボトムまで落として中層ぐらいでガツンと食ってきました。皆さんがね、帰られた後でもがっつり腹筋具で非常に気持ちいい一匹でしたね。もうお腹パンパンで相当これベイト食ってるんでしょうね。すごい引けました。はい、ナイスショット。ブレードでも本当にこんなにしゃくらなくていいから本当に操作楽なんですよね。結構ジグって結構激しくしゃくるイメージがあるじゃないですか。でも実際使ってみて正直言っても本当にただ巻きメインに十分釣れてくれるんで全然疲れないですね。惜しかったよ。ツバスですね。入りました。よく引く個体。今日はドラッグメタルショットが相性いいですね。今日4匹目全部このルアーで釣れてくれます。ナイスショット。お疲れ様でした。今日朝4時から、夕方まで1日ショアジギングさせていただいたんですけれども、Eサイズのメジロが朝に2本と、日中にもツバスメジロが、2匹ずつですね、合計4匹釣れてくれました。で今回使ったルアーなんですけれども、ドラッグメタルキャストショットのこちらの 40g 全てこちらのカラーにバイトが集中しました。いろんなルアー投げたんですけれども、こちらのルアーが一番反応良かったんで投げ続けた結果、結構な数ですね、サイズともによく釣れてくれました。これからの時期ですね、さらにサイズも大きくなってショアジギング大阪湾盛り上がってくると思いますので、皆様もぜひ現場に足を運んでみてはいかがでしょうか。本日はご視聴ありがとうございました。